こんばんは、岩田敦です。今日取り上げてみたいのはね、こちらです。自助は不要なのかと、いうことですね。まあ、この前にですね、申し上げなくちゃいけないのは、今回ですね、まあ、変わり映えのない制度がまた できましたね。できたというかですね、立憲民主党で、帰ってきた民主党になるかなと思ったら、帰ってきた民主党どころの騒ぎじゃなくて、ただの立憲民主党でしたね。まあ、ほとんどの人はですね、ここに新鮮味を覚えてないですね。で、代表も枝野さん、おそらく幹事長になるのも、福山さんということで、前と変わり映えしないですね。ただ人数がちょっと増えただけですね。でも、このね、人数がちょっと増えたからって言って、そんなに大きな塊って言いますけれども、選挙の時にはですね、これはね、やっぱりあんまり意味ないですね。というのも、期待っていうものをですね、持たせないといけないというふうに思います。国民に対してですね。で、国民が、じゃあこの立憲民主党に何を期待してるんだろうかと。いうふうに考えてると見るとですね、私ははっきり申し上げて期待していることはですね、足を引っ張らないでほしいとかですね、もう黙っててほしいとかですね、余計なことしないでほしいと、まあ、こういう期待じゃないかなというふうに思うんですよ。だから積極的にですね、こういうことをやってほしいということを望んでいる人っていうのはあんまりいないというふうに思います。おそらくですね、支持率もそういうふうになってくるでしょう。それからですね、まあここには合流しなかった玉木さんの国民新党、国民民主党、国民新党は亀井静香さんでしたね、もう選挙協力するというふうに言ってますね。選挙協力するっていうことは、立憲民主党と選挙協力するっていうことは、結局共産党と選挙協力するのかっていうことになってきますから、なんだかよくわからない。じゃあ何のために2つに分かれたのか、まあちょっとよくわからないなという気がしていて、で、私は国民の一人としてですね、この野党にですね、何にも期待していないというのが正直なところであります。で、菅官房長官、今総理になるであろうというふうに言われている菅官房長官が、スローガンとして掲げた自助、共助、公助というスローガンありますよね。私はこれはですね、昔民主党が掲げていた新しい公共っていう考え方に似てると思うんですよね。新しい公共っていうのは何かって言ったら、まず自分でできることは自分でやりましょうよと。で、自分でできないことっていうのは、これはもう、例えば地域の人、ご近所の人と一緒に助け合ってやっていきましょうよと。で、ご近所の人でもできないことがあったならば、もっと大きな行政単位でやっていきましょう。そこでもできないなら、もっと大きな政府でやっていきましょう。でも政府でもできないようなことがあるならば、これはですね、国際協調しながらやっていきましょうという、まあこれ、鳩山由紀夫さんのね、本の中にも書いてありました。補完性の原理なんて書いてありました。私、鳩山さんの本全部読んだんで、これ知ってるんですけれども、私はこれ読んだ時にですね、これはもうそんなに悪い考え方じゃないなというふうに思いましたね。で、ルーピーにしてはですね、まともじゃないかというふうに思いました。しかしですね、多分ですね、私が思うに、これを考えたのは、鳩山由紀夫さんではなくて、もっと知恵者ですね、このもう少しですね、もう少しというか知恵が回る民主党の参謀がですね、これを書いたんだろうというふうに思います。で、この考え方はですね、21世紀におけるある意味で保守主義の考え方にも近いわけですよね。自分自身でできないことを、まあ、近所と一緒にやっていこう。私ね、これ経験があります。私の祖母がですね、田舎で一人暮らしをしていた時に、で、本当にね、一人暮らししてる老人って結構大変なんですよね。電球がね、つかなくなっちゃったと言った時に、どうしてたかっていうとですね、電気屋さんに頼むんじゃなくて、近所のおじさんにですね、頼んで、まあ、この電球変えてもらってたんですね。で、これはね、まさに地域でお互いに助け合うっていうことで、本当に我々としてもですね、感謝の気持ちでいっぱいだったわけです。で、こういうのっていうのは私はいいことだと思いますね。一人でなかなかできないことをお互いに助けていこうということです。で、それに対して枝野代表はですね、自助とか共助ではなく、政治は公助、支え合う社会のための仕組みをどう作るのかというのが我々の方針ですというふうに書いてるんですけども、おっしゃってるんですけれども、これはね、私はね、ちょっとね、おかしな議論だと思いますよ。自助と共助を全く無視して公助しかない社会っていうのは、これはですね、後向かした個人、つまり、地域と地域のですね、つながりを欠いた、要するに、共産主義社会みたいなものをですね、念頭に置いてるんじゃないかというふうに思われてならないわけですね。本人そこまで考えてるかどうか分かりませんけれども、これはですね、私はあんまりいいことではないというふうに思います。やっぱりですね、自助というのは、
っぱり大事だというふうに思いますね。ただし、前提としてつけなくちゃいけないのは、自助ができない人っていうのも世の中にはいます。これも私の私事で恐縮ですけれども、私の親族の叔父はですね、重度の障害を持っていて、自分でですね、食事することもできないし、トイレ行くこともできないということで、施設に入って生活しております。で、その叔父に対してですね、お前は自助が足りないというようなことがあったら、これはね、悪魔の所業というふうに言われてもね、仕方ないと思いますね。で、そういう人間はこの自助ができないんだからダメだというふうになってしまうと、これはいわゆるナチスの T4 作戦みたいな話になってしまって、とんでもない社会が広がっていくというふうに思います。ですから、まあこれ限度の問題なんですけれども、自助というものを全面的に否定するっていうのは、私はやっぱこれは政治の世界ではあってはならないなというふうに思います。もし自助っていうものをしなかったら、選挙の時もですね、自助しないんですか？皆さん必死に選挙活動してるじゃないですか。この立憲民主党だろうがですね、国民民主党だろうが共産党だろうがですね、一票入れてくれと、これ自助じゃないですか。公助じゃないですよね。だから自助っていうのはですね、まあ誰にとってみても、できる人においてはですよ、これは大事になってくると。自助の精神を忘れたらですね、それはやっぱり良くないということで、まあこれは新自由主義というふうに言われがちですけれども、例えばサミュエル・スマイルズという人が自助論という中に書いた、天は自ら助くるものを助くという言葉がありますよね。自分で一生懸命努力した人を天は見てくれるんだということで、まあこれちょっとね、単純すぎる原理だなと思いますけれども、でもこういう部分もある。で、必ずその自分で努力して、その努力の結果をですね、この自分にもたらす、この部分を全面的に、それが全てだというふうに言うつもりは私はないですよ。ただし全面的にこれを否定してしまったら、やっぱりね、社会っていうのは成り立たないで、共産主義社会になってしまうというふうに思うんですね。で、例えばですね、この考え方は別に西洋だけじゃないですよ。例えば、皆さんご存知の内村鑑三に代表的日本人という本があるのをご存知ですか？で、この中に書かれているのは、西郷隆盛、中江東寿、それから日蓮、それから上杉鷹山、それから二宮尊徳ですね。で、この人たちが書かれているわけですけれども、まあ、有名なエピソードとしてはですね、尊敬する日本人誰ですかってケネディ大統領に聞いたときに、上杉鷹山だと答えて、記者の方が分からなかったっていう話がありますね。上杉鷹山っていうのを知らなかったということなんですね。で、上杉鷹山っていうのは、まあこれもね、ある種新自由主義的といえば、新自由主義的なことをですね、述べていますよね。ならぬは人のなさぬなりけり、なせばなる、なさねばならぬ何事も、なさぬは人のならぬなりけりですね。これが上杉鷹山の有名な言葉ですけれども、で、同じようにですね、二宮尊徳もかなりですね、過激なことを述べています。で、二宮尊徳が述べていることっていうのは何か、二宮尊徳って皆さんご存知ですよね。こう木をね、こう背負って本を読んでた、昔のですね、小学校とかに銅像があった二宮尊徳ですね。二宮尊徳が代表的日本人の中でこんなことをですね、言葉が紹介されています。現代語訳してますよ。金銭を寄付したり税を免除する方法ではこの困窮を救えないでしょう。これはね、小田原藩を直すときです。つまりお金をあげたり税金を免除したってそれは意味がないと。誠に救済する秘訣は彼らに与える金銭的援助をことごとく断ち切ることです。結構過激ですよね。補助金なんていうのを与えるんじゃないと。で、かような援助は貪欲と怠け癖を引き起こし、しばしば人の間に争いを起こすもとですというふうに書いてるんですね。まあもちろんですね、私はこれが全てだとは思いません。しかしですね、過度の自助共助、つまり自分自身で助ける、あるいは家族地域といったお互いの、まあ、心の触れ合った人たちでの助け合いというものを全部すっ飛ばしてですね、いきなり行政が助けるんだというふうになってくると、こういうですねことにもなりかねないというふうに思います。もちろんですね、私はこの新自由主義者じゃありませんから、公助という考え方が大事だというふうに思っています。だけど公助だけで自助と共助というものを捨ててしまったら、私は日本という社会は成り立たないし、経済的にもですね、この自分で努力するっていう創意工夫っていうのが生まれてこなくなるというふうに思います。
まるでそれはあたかもですね、共産主義社会、ソ連においてですね、誰も努力する人がいなかったようになってくるんじゃないかなと思います。そのいい例がですね、私は中国だと思うんですよ。中国が改革開放っていうふうに鄧小平がやって、まあ、非常にグロテスクな形ですけれども、その共産主義体制は擁護しながらも資本主義体制は導入するという、これね、本当水と油を一緒に入れるっていうね、わけのわからないことなんですが、まあ、要するに簡単に言ったならば、中国共産党による独裁はやめないけれども、この市場原理は取り入れるよということをやっている。で、市場原理を取り入れるよというふうに言ったのはなぜかと言ったら、それを取り入れないと創意工夫をですねしなくなるからですよね。だからそういう意味においてやっぱり私はこの自助というものを、この共助といったものを否定するですね、立憲民主党の在り方っていうのはやっぱこれはねちょっと過激すぎるというふうに思います。やはり自助、共助、公助のバランスをとってですね、社会っていうものが成り立っていくようにすべきではないでしょうか。まあ、最後にもう一回言いますけれども、自助というものが難しいという人が世の中にはいらっしゃることは当然です。この人たちのことを切り捨てるのではなくて、公助の中にですね、あるいは共助の中にですね、これを包摂してこういう人たちのことをですね、大事に扱っていくということも政治においては最も大事なことの一つではあります。しかし、自助共助を全面的に否定する社会っていうのは、私はこれは停滞しかもたらさないというふうに思います。なんか売り言葉に買い言葉的なところがですね、この野党にはあって、自助共助公助と言ったから我々は公助だけなんだと、自助も共助もいらないんだと、これはね、私はねやっぱりね違うと思いますね。もし野党で攻めていくとするならば、自助共助公助のバランスの取り方はどうなってるんだとか、あなたたちは公助とか共助とか言ってるけれども、その共助や公助のバランスが足りないんじゃないのかとか、こういう批判をすればいいのに、全面的にですね、この自助共助を否定して、で、私たちとはこれ対立軸がしっかりしているとか言ってますけれども、この日本社会においてですね、自分自身で努力ができる人、自助ができる人はですね、この自助を否定するようなこういう人たちに一票投じるっていうことはないんじゃないかなというふうに思いますし、何のためにですね努力するのかということをもう一度考えていただきたい。そして何よりもまずですね、自助を否定するんなら選挙運動もですね自分自身で動かないでいただきたいなというふうに思いますね。こういう人に限ってですね、しゃかりきになって動いてですね、もうわわわわやるわけですからね、まあ見苦しいですね。もう売り言葉に買い言葉だということだと思いますけれども、やっぱりですね、立憲民主党には何も期待できないということを、まあ、改めて確信した次第です。代表的日本人、良い本なので、薄くてですね、すぐ読めます。ぜひ読んでみてください。今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を続けていくに際してご支援を賜れる方は、下記の振込口座よりご支援のほどよろしくお願いいたします。また今日もですね、ちょっと出張しておりまして、座りながらですね、簡易版のホワイトボードで大変失礼いたしました。今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。結構いっぱいいますよね、特攻隊は無駄死にだった、犬死にだった、意味ないことだったと。でも私はそう思わない。自分自身が先ほど冒頭申し上げた通りですね、置かれた状況の中で、その運命の中において、自分が親、兄弟、国、しかもこの国はですよ、危機を存亡の時を瀕してたわけだ、当時は。その中で、自分は一体何ができるんだろうと思って、自分ができることは特攻隊だと思って出撃した人の作戦としてね、それがうまくいったかいかないかとか問題じゃなくて、その人たちのね、メッセージ性というか、その精神というものを我々が受け継ぐことができるのか、できないのか。